元 WBA 世界スーパーフェザー級スーパー王者の内山隆史氏、44が自身の YouTube、KO チャンネルを更新。元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏、42と日本人バンタム級トップ3を指名した。現在、バンタム級を戦場とする日本人は井上拓真、中谷潤と比嘉大悟、西田亮介、堤聖也、石田拓栗原啓太。 武井義樹、那須川天心ら人気も実力も兼ね備えた顔ぶれで群雄割拠している。その中で、今、誰が強いのか。という企画、内山氏は、俺の中では中谷、純斗と3階級目に挑戦する若きサウスポーを名指しした。これに細川氏は、武井も天心も小さい頃からボクシング、キックで英才教育受けてきた。世界チャンピオンになる可能性高いが、 問題はいつ誰と戦うか。中谷がバンタム級、統一したら彼らにベルトが行くことはない、と中谷を別格の存在と認めた。内山氏も中谷しいよね、と感心すれば、細川氏は彼は最終的には井上尚弥に追いつく可能性ある、と指摘した。中谷に続く2番手は現 WBA 世界バンタム級王者の井上拓磨。内山氏は、うまい。 を認め細川氏は彼は井上尚弥とスパーできるんですよと2階級4団体統一王者である兄と真っ向から打ち合える日本人であることを強調した内山氏は3番手に1月の OPBF 東洋太平洋バンタム級タイトルマッチで強敵サルダールを6回慶応で下した栗原細川氏は比嘉西田将来的には天津今なら西田かなと指名した